正義は中国の南北朝時代にあった北朝の国の一つ。北義が分裂して成立した二つの義のうち、韓古関の西側で韓中を中心とした半島を持つ国の呼び名。韓古関の東側で中原を中心とした半島を持つ国の方は闘義と呼んで区別する。北義、闘義、正義はいずれも高代の家が便宜上層を呼び始めたもので。 本来の国号は皆義である。また、党技、正義のそれぞれが義の政党を辞任していた。なお、党技を継承した北西にて編纂された、正史、義書においては、党技の公正定を北義の歴代皇帝に加えており、文帝以降の正義の皇帝については、記述が存在しない。正義の一部の進化については次の北州の建国の、 方針として、収書に記載があるケースもあるが、皇帝に関しては、当の時代に、北史が編纂されるまで本義が書かれることはなかった。これを補うための正義一代を扱った、歴史書としては、新代に、社治山によって書かれた、正義書がある。534年、大乗商交換を排除しようと図って失敗した、北義の後部帝は、洛陽から逃れて、冠中に入り、 宇文んやす氏に保護された。皇帝を失った、皇官はやむなく、行で皇部帝の、従院の元義美を帝に擁立する。これが、当技の高制定である。一方、宇文んやす氏は、皇部帝を保護しては見たものの相性が悪く、結局これを毒殺して535年1月に、皇部帝のいとこの元宝教を帝に擁立した。これが、正義の文帝である。正義では、 当初からウブン・ヤス氏が完全に実権を握り、その三代の皇帝はいずれも区別でしかなかった。正義は21年余りの明脈を保つが、ウブン・ヤス氏はそのほぼ全期間にわたってこの国の事実上の経営者だった。548年には大使大長債に任じられ、名実ともに正義の支配者としての地位を確立する。正義はその始めこそ、 広大な農耕地を懐に抱える闘技に対して国力では劣ったものの気を捉えた戦略で軍事的には大きな戦果を上げている。549年南朝領が法径の乱によって混乱が極まると法径打とを図る南朝張りの後続たちと手を結びその代償として北儀の分裂時に南朝張りから奪われた冠中地方を取り戻すことに成功し さらに553年には、四川地方を奪って、半島を拡大した。554年には、高領を落として、南朝梁の元帝門を圧殺させ、代わりに、幼州志士として、上洋にいた武帝の孫の一人の将を高領に送って、領の皇帝に即位させ、正義の傀儡政権である高領を成立させた。ただ、本来の梁も、また大葬弁や、 陳派先によって存続させられていたため、高領の支配地は高領の周囲800里ほどに限られていた。しかし、高領を成立させたことによって、従来は北朝の勢力が及ばなかった高南にくさびを打ち込むことに成功したことになり、ここに正義は優勢を確保し、その正義を散脱した北州、さらにその北州を散脱した随によって中国は 再統一されることになる。これに対して、闘技との戦いは、一進一退が続き、550年に交換のこの、高陽が闘技から前城を受けて、北西を立てると、宇分安氏は直ちに東罰を行った、大雨にたたられた正義軍がなすすべもなく引き上げると、正義に傾きかけた、旧闘技の人々も北西に従うようになった。しかし、皮肉にも闘技が滅亡したことにより、 義の皇帝の正当性の問題は解消され、正義にとっては南進への環境を整える結果となった。556年10月に、宇文ん氏が死ぬと、着死で三男の宇文んさが直ちに大し、大長歳を継承。12月には修公に封じられた。協定はその月のうちに、宇文んさに、前上の御事の利を出し、ここに正義は滅んだ。 年明けの五十七年正月昨日、宇文ん氏は天皇に即位、国号も、衆と改められた。うぶん定敗定協定大統敗定、安氏定史事説、総百期、柱国大将軍、都督中外諸軍時、六将所時、太閤大、安定軍開国後、宇文ん安氏史事説、大尉柱国大将軍、大都督、少々左僕や、老右行大 少子、同性軍開国公リトラ氏辞説、大夫、柱国大将軍、大宗博、広塚里、広陵王元金氏持説、大野田持柱国大将軍、大都督、大宗博、長軍開国公李筆氏持説、柱国大将軍、大都督、大志は、河内軍開国公独行新氏持説、柱国大将軍、大都督、大志校、 南洋軍開国校長騎士事説、柱国大将軍、大都督、大四空、定山軍開国校、武近史事説、柱国大将軍、大都督、将風、北条軍開国高校、白鎮高市、州所巻十六及び、大東六天巻二による。他の資料でも、リトラ以外の序列はすべて合致しているものの、リトラの1だけは、通り天巻三十四。 文献通行巻64では、元金の下、史実岩巻163では、理室の下に置かれている。前島義隆の研究によれば、党の時代に編纂された、収書の段階において、リトラすなわち、党の追尊農定、大層構想と位置づけ、他の人身の下に置かれないように、資料捜査が行われたと見る。前島は、八は国のうち、リトラ、こう、 バクチンタカ氏以外の6名が共に、柱国大将軍と共に導入された陸系に、認じられた事実に着目し、少子であった、リートラは、将風であった、公、バクチンタカ氏よりは上位であるが、陸系よりは下位、すなわち第7位が正しい順位であったと推定する。支持説、大将軍、大都督、将補、 公平王元三氏自説、大将軍、大都督、ワイアン王元育氏自説、大将軍、大都督、西王元古る氏説、大将軍、大都督、畑南新党十五州諸軍事、畑州市氏,氏,氏、勝部軍開国公部分同士自説、大将軍、大都督、平原軍開国高校、白鎮巡視自説、大将軍、大都督、陽北、陽東七州諸軍事、 呂州市市、茅谷軍海国公立警部市次節大将軍、大都督、洋平軍公林市事節大将軍、大都督、汎用軍海国公もめろやすし市大将軍、大都督、加勢軍海国公宇分騎士次節大将軍、大都督、慶州諸軍寺、慶州市、広市洋軍海国公、ガランサチ市事大将軍、大都督、 神竜軍開国公、要ただしし一説、大将軍、大都督、奇襲諸軍事、奇襲志士、部位軍開国公、大竹氏、前島義隆闘議北政党の情勢と正義の南進戦略総括、ISBN 九百七十八から四から7 6 2 9 6 0 0九三第2部第六章、前島義隆正義や柱国の序列について、諸州、前島、正義。 北州政権史の研究 ISBN 978から4から762960093第一部題参照ありがとうございます。